この動画は、撮影から動画編集まで、Android スマホのみで処理しています。おはようございます。庭で家庭菜園をしているケントです。今日は天気が良さそうですね。先日からフレンチトーストを作るのがマイブームです。今朝収穫したミニトマトは牛乳の代わりに豆乳を使ったフレンチトーストと一緒に食べました。今回で2回目の摘心になります。今朝は6本中の3本目4本目を摘心しました。ここ数日間脇芽かきしてなかったので脇芽の大きいのがありました。ジャガイモの収穫は晴れの日が良いと言いますが、いつ収穫するか、ずっと迷っています。まだ葉っぱが元気そうなので、収穫はもう少し待とうと思います。今まで万能ネギは7回収穫しましたが、収穫後も元気に再生しつつあります。今朝は追肥と土寄せをしました。このまま無限に再生すれば良いですね。最後までご視聴ありがとうございました。